チャオ、エリコです。今日お話しするのはイタリア人の特徴についてなんですけど、その中でも、ちょっとネガティブというか、私イタリアに住んでもう13年目で結構イタリア生活長いんですけど、それでもまだこういうところがちょっと私には理解できないなとか、イタリア人のこういうところはあんま好きじゃないなっていうことをお話ししたいと思います。郷に入っては郷に従えという言葉がありますが、私も自分がイタリアに住むことを選んできているので、イタリア人の特徴やイタリアの文化を受け入れていかないとイタリアで生活していく上で馴染めないし、自分もしんどくなってくるし、そこはちゃんとリスペクトというかイタリア人に合わせていかないといけないなというふうに思います。あとイタリア人の特徴で本当に私も見習いたいなとか、こういうところやっぱいいよねって思うところもたくさんあるんです。でも今回のこの動画ではもうイタリアに長く住んでるんだけど、やっぱりこれはちょっと私にとっては理解しがたいみたいなイタリア人の考え方とか行動についてちょっとお話ししたいなと思います。まだチャンネル登録されてない方はよろしくお願いします。私今までイタリアでいろいろな日本関連イベントに、仕事で参加してきたんですよ。イタリアでは日本の漫画やアニメ、ゲームといった、サブカルチャーがとても人気で、なのでイタリア全国各地でそういう日本関連イベントが開催されてるんですね。でそういうイベントに携わって仕事で行くと、よく私の周りのイタリア人の友達からこういうことを聞かれます。あ、エリコあのイベントに出るんだって、じゃあチケットをタダで手に入るかなみたいな。これは本当にいろんな人から聞かれました。なんかこれは私の友達がそういう人が多いとかじゃなくて一般的にそうみたいなんですが、やっぱりイタリアってコネ社会が強いから、誰か知ってたらタダで入れるとか安くしてもらえるっていうのが当たり前って思ってる人が多いみたいなんですよね。例えば日本でもなんか値切るのが当たり前じゃないけど、むしろそのままお金払っちゃったらもったいないよみたいなのも あるって聞いたことあるんですけど、多分そもそも日本人ってそういう風に安くしてくれるかなって聞くのがちょっと苦手な人が多いんじゃないかなと思うんですけど、私もそうなんですよ。例えばですけど、仲のいい友達が演奏家だとしますよね。バイオリニストとかピアニストで、その友達が今度リサイタル、コンサートをすることになったと。そしたらそういうニュースを聞いたら、え、すごいリサイタルするんだ、わー楽しみ、絶対見に行くね、その子を応援したいし、その子の演奏を聞きに行きたいから行きたいって返事するイコール、もちろん自分がチケットを買いますですよね。むしろ私もできれば他の人にも声かけてみます。いろんな人と一緒に行けばチケットもより多く売れるから、友達のためになるんじゃないかっていう風に思うのが多分日本では普通なんじゃないかなと思うんですけど、イタリアだったら、え、じゃあチケットタダでもらえるのみたいなのをずうずうしく聞いてくるんですよ。もちろんさ、タダであげられるチケットがあるのなら、もうそれは先に言ってますって感じ。招待できるから、もしよかったら来てねって最初から言いますよ。で、私たまにインスタグラムとかでも、企業さんとのコラボでフォロワーさんに割引コードをシェアして安く買えますよみたいな投稿もたまにしてるんですけど、イタリアで T シャツのメーカーさんとコラボすることになったんですね。私の割引コードを使ったら 15% オフで買えますよみたいな投稿すると、もうすぐダイレクトメッセージでプライベートの友達とかから、え、 T シャツタダでもらえんのとか、あとたまに冗談交じりだけど、あ、じゃあもうエリコ T シャツいっぱいうちらに回してねみたいな、なんかそういうのを言ってくるんですよね。冗談だったら全然いいんですけど、結構ね、普通にみんなエリコを通して注文したらタダでもらえるのかとか本当聞いてくるんですよ。いや、でも私だったらいくら親しい友達でも、ねえねえ、ちょっとさ、チケット安くできんのとか、こっちからは聞かない、聞けないですよね。え、どう思いますか？あともう一つは、イタリア人って空気が読めない人がもう非常に多いです。例えばよくあるのは、道端の真ん中で堂々と世間話をし続けるおばさんたちとか、全く周りを見ないでずっと話に夢中になって道の真ん中で堂々と話し続ける人とか本当によく見ます。ちょっと避けてくれたらみんな通れるのにって思っちゃったり、あと友達とレストランにご飯食べに行った時も、うちらは5人グループだったんですけど、座れる席が4つしか空いてなかったんですよ。
で、うちらがまあゾロゾロお店に入ってきて、あーこの席あー4つしか空いてないねーと思ってこう見てたら、その隣の席に座ってた人たちが一つの椅子にヘルメットを置いてたんですよ。だからヘルメットさえちょっとどけてくれたら椅子が一つ空いてうちら5人座れるんだけどなっていうのも全く気づいてくれないんですね。こっちから言わないと気づいてくれない。これでも日本だったら多分ゾロゾロ人が入ってきました、で、あちょっと大人数、あ席が、あってこう絶対先に入ってるお客さんを様子を見て、あこれどければこの人たち座れるやみたいな感じで絶対気づくと思うんですけど、あとねもう一つね、あの教会のお祭りにみんなで行った時に教会の敷地内の部屋の中に卓球台とかが置いてあることがあるんですよ。たまに卓球でみんなで遊ぼうってなって、でも卓球台は1台しかない。でうちらは大人4人か5人ぐらいだったんですけど、まあ、最初うちらで交代しながら遊んでたんですね。そしたらちっちゃい子供が2人来たんですよ。ですごいうちらのことを見てて、あの子たちも遊びたいんだろうなって私はすぐ思ってめっちゃ見てるから普通にわかりますよね。でもその時卓球台で遊んでた2人がめっちゃもう卓球に集中、なんかもう大人げないっていうか、ちっちゃい子供がもうすぐそこまで来てじーって見てるのに、あ遊びたい変わってあげようかとかも全くなく、大人が本気でずっと遊び続けるっていう、まあまあなんかそういう、これいくつかの例ですけど、そんな感じで、あもうなんで気づかないのとか空気読めないなっていうのはよくあって、多分日本人が普段から周りに迷惑をかけちゃいけないっていうのがすごいあるから、すごくそういうところはちょっと私も気になってしまうところです。まあ、他にもイタリア人ってすごいドタキャンしたりとか時間に遅れたりとか本当にいろいろそういうルーズなところとかあるんですけど、まあ、そこはもう結構私も自分も結構適当になっちゃったし、もうむしろその適当さがもうたまに可愛らしいと思えちゃうぐらい、さすがイタリアだなみたいな、なんかバカにするっていうよりも、まあ、可愛い微笑ましく思えちゃったりするんですよ。イタリア人自身もバカにするんですよね。もちろん誇りを持ってる愛国心が強いところもあります。イタリアの食べ物は世界で一番美味しいとかけど、だらしないところもちゃんと認めてるんですよね。で、自分たちで自分たちのことをバカにするんですよ。例えばこの動画をちょっと見ていただきたいんですけど、この動画はあのイタリア人のイラストレーターさんが自分で作ったものなんですよ。もうまさにイタリア人をバカにして、なんかイタリア人を第三者の目から見たようにちゃんと作れてる。それってすごいですよね。多分日本人は日本人がバカにされているようなアニメーションとかを見ても、もうこれのどこが面白いんだろうって多分気づかないと思うんですよね。それがイタリア人はたまにこうバカにしたり開き直ったりする。ここはイタリアだからねとか、いや僕たちイタリア人だからさみたいな、半分諦めっていうか、すごい自分たちでいいと思ってるところはいいと思ってるし、悪いところはもう本当に悪いって自分たちでちゃんと分かってそう思ってるのがすごいなと思いました。はい、ということで今回はねちょっとイタリア人の好きじゃないところ、ネガティブなところを話したんですけど、皆さん何か感想があったらぜひコメントをお願いします。はい、今日も最後まで見てくださってありがとうございました。チビディアマダプロシマ、チャオチャオ。